はい、お疲れ様でした。連休明けどうだった？小学校楽しかった。楽しかった。何食べてるんですか？これさっきコンビニに買ってくれた。美味しそうですね。あのね、実はさ、今からおやつを食べたらついにふまちゃんの髪の毛を切りたいと思います。イエーイ。どれぐらいにするの？ちょっとね、ふまちゃんこう薄毛なのよね。ちょっとそれをどうにかちょっと美容院でやってもらおうか。半分？今まで短くしたことないもんね。美容師さんと相談しながら次に行きたいと思います。はい、では行ってきます。空から始まるよ。もうすぐ美容院に着くんですが、爆睡しております。本当はともくんが着る時間だったんですが、譲ってくれたんですが。楽しみですね。いや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 、断髪式だ。初めてともくんの美容院の時間だったんですよね。なんか2歳ぶりぐらいの。ほらもう長い髪の毛終わりだよ。ずっとともくんが着てたからね。そうね。今日はうまい人、今日はうまい人が着るって私が言った人みたいじゃないですか。これからすっきりするよ。夏行ってきます。はい、行ってきましょう。こんぐらい、こう。ちょっと久しぶりですもんね、まずね。はい、4年ぶり。4年ぶりくらい。ちょっとごめんな。せーので、よいしょ。持ち行くよ。首痛くない？大丈夫？11、2センチぐらい。うん、いいですね。一旦じゃそこで大体、はい、お願いします。乾いたらちょっと短くなります、ね、気持ちになります。一回こんぐらいで、一旦これでいきましょうか。はい、承知しました。でもちょっとバランス見ながら。そうです、そうです、ね、はい、承知しました。これは、はい、ちょっとこうなんかジグザグ入れてるんですか？ちょっと多分ね、足目なので。あ、そうですね、まあ、こっちの方が合うと思うんですけど、はい、そうですね。まさしくこれでいいです。じゃあちょっと前より短めでいきましょうか。短くでいいです。はい、お父さんから許可いただいたから行くで。すごいな、前髪切ってんのに全然目つぶれへんねんな。ちょっと見たいです。そういうことだよね。僕と一緒にナルシストなの。選んでるデザインがやっぱりすごく可愛いのが選ばれてる。もういいね、社長。社長いいやん。社長って言われてる。早く感じるかもしれない。全体的にもうちょい攻めて、もうちょい行ってみましょうか。じゃあもうちょっと行きますね。はい、よろしくお願いします。ギッザギザにしといてください。僕好みの。そうですね。子供って1個間違えたら親が切った感すごい出るじゃないですか。出ますよ ね。それがないように攻めた方がいいかなと思って。いけるかな。よいしょと。大丈夫ですか？これで。ええやん、かわいい。めっちゃ短い。めっちゃ可愛い。めっちゃ短い。すっきりなんで、ただ。よかったよ。うん。もう一回かけりできないよ。かけても可愛いけどな、あえて。そんなかけて。うん。あ、めっちゃ可愛いよ、やっぱ俺かけてる派やわ。前髪がやっぱな、こんぐらい短くなった方がいいわ。そう、あっちでもやるか。